する予定ないです。あ、そうなんですか。まあ、欲しいって人がいれば。エプロンはデニムですか。そうです。へ、こっちをカンタさん、こっちを川崎先生に、うん、あ、いいじゃないですか先生。あ、ありがとう。使ってください。ここにタグが全部デニムの。おお、でもここ分かれるようになってます。かわいいですね。いいじゃないですか。あ、ここはこれってもいいな。うん、そう、ここが開きやすくなってる。それはいいですね。日頃の感謝を込めて。バッチが1個あるんで、これここにつけたらいいんじゃないかなって。あ、そうだ。うん。ここマーク入ってる。そう、マーク入ってるけど。いいね。うん。それなら。これはそうですね、生地はあの、あ、いいじゃない、硬いやつです。あ、これもエプロンだ、白いの。そうです。結構しっかりしてるからいいですよね、分厚い。同じ生地高い。いや、それ多分デニムなんで、うん、あ、これここで結ぶやつだ。これ結べないんだ。形が違うんですよ、実は2個。結構おしゃれですね、うん、このところは結び倒してもいいんだ、うん、今までの先生のエプロンよりこっちの方が全然なんか若者こう2つなんですか、スリムですね先生、うん、先生スリムだから合うんだ。細く見えるから。細く見える。すごい細く見えますね。おしゃれおしゃれ。いいなあ。あれ、そっち手入らないの。いや、だけどハサミ入りますね、ここ。ねえ、ハサミ入る。ハサミで左手だから。あ、そこちょうどいい。下当たんないし。ちょっと危ねえな、これ。あ、まあそうですね。しゃがむとこう刺しちゃう。大事なところ。手元こう。確かに。そっちの方がいいのかな。それなら横に抜ける。え、ここそこ、ここ結構ない。ここ開いてないんだ。やっとこう。ハサミはちょっと。あ、入った。ちょっと焦げてるのでいいよ、これ。うんうん。そこが痛いんですよね。うん、そこはね、たぶん、海入るから。なるほど。いいじゃないですか。いいじゃないですか。かっこいい。へー。うん、おしゃれ。ひろまさんも欲しいですか。欲しい、欲しい。本当に？うん。ひろまさんに。買いますよ。買います。渋谷歩けますよ、これ。渋谷歩く、まあまあまあ。おしゃれな店員さんだと思う。あれ、なんかかっこいいなって。なんか、いや、ちょっとおしゃれっぽいじゃん。なんか、僕も思ってたより、おしゃれに見えますね。うん、でも全然本当街歩いてたの違和感ない。母ちゃんかっこいいよ。今日これで暑いと思うけど今日。気持ちがいい。いいっすか。あ、ちょうどいい。今日割れてるのがね、いいですよね。座るからね、先生ぶるさって。ちょうどね、これがこうなってるんだよ。はぁはぁはぁ。膝の上に来るからいいよ。入れるんじゃないですか。前ですか、うん、これで、これだったらすぐ作れますよ、本当に。タグつけてるだけなんで。あ、じゃあ、ポケットの位置は変えられないか。うん、まあ、プラスでやると多分値段上がりますね、ぐっと。こんな形であるんで。この形であるんで。あ、かっこよくない。かっこいいね。いや、街歩けるって言ったんだけど。じゃあ、カンタさんにも。これは念願の白エプロンです。あ、汚れない。デニムじゃないと思った。デニム、あ、あれか、あのキャンバス地みたいな、はいはい、汚れるぐらいかっこいいですね。汚れさしたい。なるほど。で、前にあげたバッジも青だったでしょ。うん、バッジ、バッジこうやってつけるなら入るんだ。あ、青だからいいかなと思って。これ形が違うんですよ。あ、違うんですか。違う、違う。ここどっちがでかいんだね。でかい。どっちがいいかなと思って別の形にしても、ま、あ、こっちの方がいいや。いや、私は読めないかなと思って。かもしれない。基本的な形は同じなんだ。あ、カンちゃんでも白はいいかもしれないね。で、ここ通す。右のやつをこっちに通して。タスキになっちゃってる。後ろ、後ろにしなきゃ。後ろ。そう、右のやつをこっちに通す。私もありますよ、バンディの。あれもそうなんですか。あれも同じ、その形。どうだろう。いいじゃないですか。あ、そっち入んないので。あ、ここもなんか刺すようだ。うん、全部が全部でかいポケットじゃない。あ、でも下まで届かないからあんな開かなそうだね。うん、ボンベエプロンだ。ボンベエプロン。ボンベエプロンこっちなんだ。あ、でも生地が。お、ペラペラだ。あの、吸わないやつですね。うん、ペラペラ。怒られちゃうな。
それでももう売ってないですよね。まあ、レアですよね。T シャツのいいじゃん。おしゃれ。かっこいいかっこいい。なんか合うね、白いの。ここが、なんか、ハサミ入れるとね。プロトですか？え？プロト。プロトっていうか、もうこれはタグつけただけ。あれものに。ああ。これの白でできる。こっちもできる。あっちの方が使いやすいかもね。これがね、やっぱり、あるある。土が入る。うん、全然自分が見れないからね。こっちのはやっぱデニムのが売れそうだな。そうですね、万人受けですよ、うん、これは本当ちょっとこういう髪型の人じゃないと似合わないからね。汚したいなこれ、うん、いいよ。ケトスチあるよ。いいな、いいじゃん。やっぱ形は先生のやつの方がいいか。そしたらうん、これはいいただけるですか。あげるあげる。そしたら一着僕白のこれを買います。白のこれ、うん、この方。なるほど。でこれは体験とか小技とかに。じゃあ中10個作って星10個ぐらいなら売れる。さばける人多分。そうげんじゃん。ヒルマさんに1個あげるのとカンタさん、あと残りは10個ぐらいだったらね、多分そのぐらいで作っちゃおうか。この形のね、白1個だけ、白3つぐらいにしといてっていう。いいですよこれ。ことでした。買うんじゃない、買うんじゃない、売れるんじゃないこれ。え、もっと作った方がいい。いや、いや1回で100個単位で作んないと。そうだね。そう、すごい高くなっちゃうんですよ。だからオーダー集まれば。いや、つまんないですよこれ。だって盆栽級じゃなくてもう一個のチャンネルであげますもん。なんで、まあ、さらっと10個ぐらい作って欲しい人がいたらって感じにしましょう。いいよ、日向にちょっと出てよ、日向に。背中にくっついてる、タグついてるし。背中ないもん。いいじゃん。あ、違うんですね。先生、背中、先生もちょっと。こっちの方がやっぱ切るのも楽なのかな。首掛けか、首掛けかけて結ぶ。人もなりするんで。これはついてるんですか。いや、後ろでもまあ結べると思うけど。あ、これの方がいい。これあれですよね、あの酒屋のあれと一緒だから、こっちの方がいいかもしれない。おはようございます。酒屋と一緒だからこっちの方がいいかもしれない。うん、じゃあこっちで作るよ。じゃあ限定発売。間違いない。間違いない。限定発売するんで、欲しい方はサイトの方へ。はい。よかった、こんな喜んでくれて。はい、ありがとうございます。じゃあそういうことで。はい、はい、ありがとうございました。万人で似合うのかどうなのか。ちょっとやっぱ脱ぐのみたいです。慣れないと。ここ取っちゃうとめんどくさい。そうそうそう、入れるのは。なるほど。毎日使うって考えると着やすい方がいいかもしれない。ここね。普通に抜けないんですよ。多分これ入れるの結構大変だったね。大変だったから。だから一回入れちゃえば。こうやってこっちもだから普通こうやって入れない。そうそうそう、そっちがいいんですね。ああそっち行った方がいいかもしれない。前見せた方が可愛いかもしれない。こういうのがいいやね。確かに。お腹の下行くからね。全部低い位置になっちゃう。前立つ。あ、いいじゃないですか。いい、回した方がいい。後ろの方がいい。いや。なんだろう、なんかやっぱ違うね、カンちゃんが来たの感じと。お花屋さん。ああ、確かに。ああ、確かに。お花屋さん。確かにそうだ。で若い人だったらこういうのもね、うん、いいですよね。バッグも持ってた。あ、バッグ。同じ柄だから同じ色か。生地も一緒かもしれない。どう、これで皆さんお出かけ。渋谷歩けます、ね。これ先生持ったら、なんか色的に。うん、あ、色的にね。うん、ほら。これも。あれとか。あ、いいじゃないですか。ああ、いいじゃないですか。はいはい、はい、いけるいける。ファッションショー。ファッションショー。どっちがいいってこっちにね、道具入れる。ハサミなら入るけど。ああ、そこそれ入るんですね。
だから Q さんはね、あのなんかうどん屋さんにアルバイトに来たら人生が変わるみたいな。ちょっと井川さん来てみてください。私は合わないと思うよ。大人の男性が、ポケットがついてるこれ。あ、そう、ポケットがついてる。結構ね、生地もしっかりしてるから、うん、分厚い。疲労のシェフみたいな感じになっちゃって、疲労でやってなんかいいお店の、ちょっといいお店のシェフ足りないんですけど、後ろでいいんじゃないですか、気持ち足りないですけど食材こだわってるシェフみたいになってる。でも白もああいるっすよね、こういう人、うん、でもデニムのが多分やっぱ、うん、私はこっちの方が、うん、これは完全にこれはもう本職です。誰も本職っぽい、ね、人選ばないね、これ見慣れてる感じでしょ。そちら大丈夫。ああ、いうカメラマンよくわかんない。これこっちいいな、今こっちのカラーでいいよ、うん。本当にヒルマさんシェフ、シェフ言えないんじゃない結構前届くんですね。届かないかと思ったけどこの長さあれ、うん、これいいっすよ、多分そんなちょうどいいもんね、針金も入るもんね、うん、丈夫そうだもんね、うん、いいと思いますよ、生地多分いい、ね、あの神田さんの服と同じような生地だから、あのエプロンと、うん、バッチでいいんじゃない、バッチ好きなところに、じゃあこれだけバッチ付き、これだけのバッチ付き、そしたらバッチ売ればいいさ、あ、であれば、ね、安く言うもん、バッチつけて、バッチ付き、あ、確かに、それどっか好きなところに、いや、ちょっと保留だな、これは保留、エプロンは思いのほかみんなからエプロンはいい、エプロン欲しかったのね、あ、じゃあエプロン作りますか、ちょっと少なめに、サイズはないんだ、サイズないです、よかった、ありがとうございます